月食会議今日で3周年を迎えました。スタンディングオベーション、ここでお知らせがあります。我々のオンラインサロン、その名も月食会議室が始まります。なんじゃそれ、なんじゃそれ。音楽クリエイターギルド月食会議は日々音楽をコライトと呼ばれる共同作業によって制作しております。一緒にやっとるよ。そんな音楽制作を覗き見したい方、音楽を通じて一緒にプロジェクトに参加したい方が楽しめる公開会議室を設けました。なんとオンラインサロンなんて怪しいものにね、怪しいものじゃないのよ。月食会議でできることを紹介しちゃいます。その1、ででん、定例会議。月1回行われる定例会議で月食会議室の運営に会員の皆様が参加可能でございます。会員の役割を決めて当サロンの企画運営を会議し体験することができます。会議室を会員のみんなでコライトしていきましょう。こういう会議の中にいているってことですね。まさに今こう YouTube のコメント読んでいるかのこと、このインタラクティブな感じです。そうそうそう、株主総会みたいな、その通りみたい。スキルがなくても参加していいです。そうなんです。これ結局のところ月食会議の音楽に携わるいろんなことにも参加できるから、音楽できる人も大歓迎だし、音楽できなくたってあれが好きこれが嫌い全然気にしないでください。つまりみんなのことじゃん。急にうさんくさくなってる。月食会議でできることその2、制作会議です。制作ってのは音楽制作のことですよ。制作会議では月食会議メンバーの楽曲デモ制作をコライトする実態をリアルタイムで見てチャットで参加することもできます。レコーディングの様子なども公開予定ですよ。それマジ覗き見じゃないですか。覗き見、オープンに開くわけじゃなくて、僕らみたいなこの会議月食会議室のクローズドな会員の中だから、僕らがどんな曲にするとか会議してるのとかレコーディングしてる風景とかをやっぱどんどん配信していきたいですね。その3、ででん、掲示板。急に古い、いきなり急に古い。今までインタラクティブとこのオチみたいな掲示板っていうのは結局のところは全ての基本的なコミュニケーションのツールということで、掲示板で月食会議メンバーの質問や会員同士のコミュニケーションを取ることができます。月食会議メンバーから送られてくる楽曲のデモに対して意見を言ったり、会員の制作した楽曲デモを月食会議メンバーが添削したり、メンバーと会員がコライトを実践する場にもなってますよ。音楽できる会員はそんなアプローチの仕方もできるし、できないでただのリスナーですって人も「あ好き嫌い」とかなんかこう意見交換したり雑談とか。これ月食会議の新たな展開で、まあほぼ準メンバーですよ。どんなことやりたいですか。いちご狩りやりたいです。月食会議のオリジナルソング、オリジナルの楽曲をじゃあこの間みたいになんか作るみたいな時はサロンのね、会員の皆さんに参加してもらって、いいなって、どっちがいいどっちがいいとか。そうそうそう、そしたらもうみんなで作った歌詞書いてる。そうそうそう、入れたいワードあげてよとか、鼻歌でメロディー作って、そうそうそう、メロディーから作っちゃう。そうなんですよ。新しいアルバムの曲順会議とか皆さんの名前がクレジットに載ったり、カラオケのクレジットとかどうなっちゃう。だそれって全然音楽できなくても参加できるから。あとやっぱ月食会議室会員限定ライブとかねできたらいいし、みんながやっぱ楽器ができようが歌ができようができなかろうがなんだろうが誰でも参加できます。参加の仕方は誰だっていろんなのがありますということで、月食会議室よろしくお願いします。